皆さん、ご無沙汰しております。福島ユナイテッド FC40 番、井口博樹です。私も、農業部部長のオファーもいただきましたので、農業部部長も説明させていただきます。よろしくお願いします。ということで、部長の、部長が定期的に何かを紹介していけば、していければいいなと思いまして、まずは第一弾、ユニフォームにもなりました、福笑いの方を食べていきたいと思います。では早速、食べていきたいと思います。いただきます。ご飯が粒が立ってて、すごいいい香りもしますね。一口いただきます。今までいろんな種類のご飯を食べてきましたけど、一番うまいです。噛めば噛むほど甘みも出てきて、おかずなしで一杯はいけますね。とりあえずこれは止まりませんね。うまいです。ご飯だけでも一杯いけると言いましたが、おかずと食べてみたいと思います。じゃあまずはオンラインショップの方でも売っておりますイカ人参と一緒にいただきたいと思います。両方のいいとこが合わさって、イカ人参とも抜群に合ってます。よりお米の甘さも引き立ちますし、イカ人参も食感もあって、ほんまに両方の良さがいい感じに合わさってると思います。じゃあ続きまして、またまたオンラインショップでも売っております。お茶漬けと一緒に食べてみたいと思います。見た感じからご飯と合うっていうのは皆さんも分かると思うんで、間違いなしです。どっちもうまいです。で次はラジウム卵と一緒に食べてみたいと思います。
でもこのまず A だけでうまそうです。食わないでうまいです。と言ってますけど食べてみます。これはもう間違いないです。説明のしようがありません。うまいです。そんな感じでいろいろなおかずとともに、これも綺麗に一杯だけと見せかけて二杯完食しました。何と食べてもほんまに美味しい福笑いでした。農業部のオンラインショップでも取り扱っておりますので、皆さんぜひチェックして少しでも食べてみたいと思った方は一度食べていただければ味が分かってもらえると思いますので、ぜひ買ってみてください。よろしくお願いします。第1弾は福笑いを紹介しましたけど、農業部長樋口博樹が福島県のいろいろな魅力のあるものを紹介していきたいと思っております。このコーナーなんですが、いまだいいタイトルだけが見つけられておりませんので、もうそこのアイデアは出てこないので、皆さんの力を借りたいと思います。皆さん、いいタイトルを思いついた方は後ほど宛先などを出しますので、そこまで面白いアイデアを出していただければと思います。そしておもろいタイトルを考えてくれた方には、福笑いのお米2キロをプレゼントしたいと思います。ぜひどしどし応募してください。よろしくお願いします。そして第1回は福笑いでした。また第2回で会いましょう。ありがとうございました。